今バジが殴ってんのは東満の一番隊副隊長、バジの一番の腹心だ。その前にちょっと付き合え、タケミッチ。急に呼び出し、キサキの尻尾を掴めました。え、どこに？東満のためにスパイやってんすよね。呼び出してすいません。俺なりに調べて、キサキがやべえやつだって分かりました。だからもうバルハラにいる必要ないっすよ。チーフユー、いつも口酸っぱくして教えてきたろ、仲間以外信用すんなってよ。バジさん、本当に東満の敵になっちゃいますよ。明日になったら構想始まっちまったら。マイキー君は東京中の顔役みてえな不良がみんな注目してんだよ。確かにヤバそうなやつばっかだ。例えばあそこの二人組。え、何この人たち。みんなギャラリーだよ。裏切り者は容赦しねえ。それが東満のやり方だ。もう止めらんねえんだな、タケミッチ。100人で、あそこのデブ、車の上の。お、俺らも行くぞ、タケミッチ。うん。こっち来い。 S63 の大物、あいつが今日の仕切りだ。仕切り？まあ座れよ。松野千冬だ。え、誰？怖っ。めっちゃ怪我してるし。お前は3番隊隊長の任命式をぶち壊した。バジさん、かっけえだろ。バルハラに入ったのは東満を潰すためじゃねえよ。え、だからバジさんが殴んなかったらもっとひでえ目に遭ってたよ。バジさんはキサキの尻尾をつかむためバルハラに入ったんだ。キサキだ。なんでバジんとこの副隊長がいてバジがいねえんだ。あの人すぐ一人で暴走しちゃうから。多分ね、バルハラ内部から調べるなら俺なりに外部からキサキを調べて協力してくれ、タケミッチ。バルハラに入ってキサキを探ろうとしてる。あ、それってバルハラとキサキは繋がってるってことですか？空気読めねえとか通り越してんわ。今もまたドキドキしてる。こういうのはどうだ。あの人の考えてることはさ、ずっとそばで見てたからな。よろしく頼むぜ、相棒。お前が東満のトップになる協力してやるから、お前は俺のやりてえことに協力しろ。なら、キサキは幼い君の腹心の部下ってこと。ですよね。俺もなんであんなことは。これで一つ分かった。え？でも、協力はする。なんでキサキはそんなめんどくせえことを。キサキテッタだ。喧嘩にビビんねえ奴なんていねえよ。バルハラのトップのことだ。正面の敵だけ見てろ、相棒。大事なのはさ、どう向き合うかだ。背中は俺が守ってやる。